戦内容としては全ての馬主の憧れである G1 日本ダービーを取ること、ゆるくのんびりプレイしていけたらいいなと思ってます。本郷ファーム史上最強馬トラトラちゃん、次々と G1 タイトルを獲得し、エリザベス女王杯の制覇、母トランザムの雪辱を果たすことに成功し、さらなる活躍が期待される。駆け抜けろトラトラちゃん。さあ今日もダビスタやっていきましょう。トラトラちゃんがエリザベス女王杯を勝ってくれたところです。うん、念願だったタイトルを取ってくれました。今日はじゃあトラトラちゃんをもう少し走らせつつ、まあその次の世代とかにも期待して進めていこうかなと思います。じゃあやっていきます。さあ年末 G1 有馬記念に出走させます。結構いいぞ。いつも通りのウォッカとかブラストワンピースとかいるけど、どうでしょうか。うちのトラトラちゃん 7.5 倍、一番人気は5番ウォッカ 3.4 倍、それに続いて6番ブラストワンピース 6.0 倍、13番奇跡 6.5 倍、4番人気ですかね、うちの馬は。結構いいですよ。よしよしよし。でウォッカとかには勝ったことも何回かありますから、これは期待できるんじゃないでしょうか。ちょっと見ていきましょう。実はこのね、有馬記念、去年も出したんだよね。多分動画ではカットしちゃったんだけど、去年は、うん、負けました。やっぱりね、周りが強すぎたんで、っていう感じです。今年は、ちょっと期待できるよ。こんぐらいのオッズだったら、全然 G1 勝ったりしてるんで。そう、オールスターレースなんですよ、この有馬記念っていうのは。その年活躍した馬が、こぞってみんな参加してくるみたいなレースです。スタートめちゃめちゃいいですよ。めちゃくちゃいいよこれ。ちょっと期待しちゃうな。でいつも通り鞍上は三浦康生ジョッキーです。ちょっと見ていきましょう。さあどうだ、前の奇跡を捉えられればいいようにも見えるぞ。他の馬が強いかな。他の馬が強かったね。5着だ。これは5着でした。お、来ました、恒例の SRA 賞、行きましょう。よしよしよし。2歳の時最優秀牝馬、3歳の時も最優秀牝馬を獲得しました。ということはこれじゃないか、最優秀4歳以上牝馬。トラトラちゃんすごい、3年連続最優秀牝馬に選ばれました。いやーありがとうトラトラちゃん。よし、なんかこれもおなじみになってきたぞ。ほらいい感じです。2歳3歳4歳と全部最優秀牝馬を受賞しています。とても強い、ありがとう。じゃあこの子をね、まあもうちょっと多分走ると思うんで走らせて、お母さんになった後も期待です。えらい。さあ春の天皇賞にトラトラちゃんを出走させます。結構印はぼちぼちついてますよ。14番トラトラちゃん 4.8 倍だって。あ、すごいかもしれない。10番ラブリーで 4.0 倍に続いての2番人気です。3200m っていう、もう全く経験したことのない長距離レースなんですけど、トラトラちゃんはね、取ってないタイトルだからと思って出走させてみました。3200でも逃げでいいのかな、ちょっとわかんないけど、やってみましょうか。正直こんなに人気とは思ってなかったな。トラトラちゃん。さあ、なんて言われますかね。あ、ちょっと、出た。あ、この入れ込み気味か。どうなんだ、まあ、見ていきますか。大阪杯にもね、出そうかなって思ったんだけど、まあ、取ってるタイトルだし、あと、そのタイミングではね、ちょっと調子が上がりきってなかったんですよ。だから、その1ヶ月後の、この4月4週かなの、春の天皇賞に出走登録しました。やっぱりね、持ってないタイトルには、非常に魅力を感じますからね。長距離最強決定戦。入れ込み気味で、どうなんだろうな。スタートがダメですね。うわ、ぐいぐい上がっていくけど、スタミナをだいぶ消費したんじゃないだろうか、今ので。
まあ、ちょっと長いレースなんでね、ちょっと見ていきます。しっかり前で粘っているけど、さすがにこっから追い込んでくる馬がたくさんいると思うんだよな。いや、200を切って、これだったら勝ったよね。やった、勝ったぞ。入れ込み気味だったのに天皇賞を勝ちました。春の天皇賞、すごい、まだ強いぞ。やったやった。トラトラちゃん G1 6つ目だと思うよ。うわ、いろんなタイトルを取ってくれてます。あ、マジですごい。おお、すごい。未だ実力衰えずって感じで、しかもこんな長い距離いけるんだ。おお、1億円も入りました。天引きされて1億円だからすごい。ちょっとこの調子でもうちょっとなんか取ってない G1 タイトルとか出走させていこうと思います。さあ、宝塚記念に出走させます。どうだ。あー、これは厳しいかな。ワグネリアンが印をたくさん集めています。うちのトラトラちゃんは、11番トラトラちゃん 4.6 倍、2番人気だ。6番ワグネリアン 4.4 倍。あー、印が全然ないけど人気はあるって感じか。まあ、成績がいいからってことだろうな。ただなんか能力的には負けてる気がするぞ。逃げでいきますか。じゃあ見ていきましょう。春の G1 シーズンはこのレースで締めくくり、人気と実力を兼ね備えた名馬たちの激戦、まもなくスタートとなります。スタートしました。スタートはいいです。スタートはいいです。いつも通り三浦厚生ジョッキーに逃げの指示を出しました。ああ大丈夫か。まあちょっと見ていきましょう。なんか変な動きをしてるぞ。これはもうちょっと変なゲームならではの動きをしてるけど、あれ、あー、お、勝ったぞ。マジか、あ、強い。え、ごめん、あの全然強いわ。実力劣ってるとか言って嘘、ごめん。いや、勝ちました。 G1 連勝中、強いです。めちゃくちゃ強い。ちょっともうちょっと見ていこうね。なんか G1 を勝つのが当たり前みたいになってきた。強い。うわ、すげえ、1億円も入った。ちょっとまだこの5歳時点ではあの狙えるタイトル狙っていこうと思います。じゃあもう少しトラトラちゃんのレースをお届けしたいと思います。なんかこれだけの馬です。思い切って凱旋門賞に挑戦させようと思うのですが、いかがでしょうかって言われたトラトラちゃんを、これは、出しましょうね。おおすげえ。おお、三浦さんと一緒に、飛行機で行くみたい。おお、え、いつあるんだろう。フランスの、ロンシャン競馬場に向けて遠征中です、だって。あ、1ヶ月後なんだ。あ、お任せになってる。じゃあ、これは、もう僕は何もノータッチなのか。おお、凱旋門賞、ちょっと見ていきましょうね。おお、今週初めての凱旋門賞ですね。トラトラちゃんならきっとやってくれるでしょう。どうだ、これで進めればいいのかな。うちの馬が出るよ。おお、フランスの競馬場でしょう、だって。あ、はいはいはい。おお、すご、うわ、さすがに、強すぎる。あ、あと、オッズとかないんだ。あ、オッズとかないんだね。そっか。え、もうこれだけで、パドックとかも見れないんだ。うわ、向こうはさ、0.5 キロ単位なんだね。なんかこの、筋量？へぇー。で、うわ、すごい。なんかさ、いろんな国籍も書いてあるよ。フランスのジョッキーだったり、イギリスのジョッキーだったり、いろんなドイツのジョッキーだったり、いろんな国のジョッキーがいるぞ。これは、ちょっとさすがに勝てないと思うけど、これは見ていこう。いやあ、うちの馬がついに海外に行ったぞ。すげえ。おお。おお、凱旋門を馬がくぐり抜けてきた。すげえ。
うおー、ちゃんとさ、向こうの競馬場、なんだね。まあ、そりゃそうだけどさ。で、真ん中に駐車場があるぞ。うおー。ロンシャン、4レースなんだ。メインレースが。はい。あ、中継は日本の方がやってくれてんのね。はい。まずは先行争い。外から押して14番。おお。9番ウエスターナ。そりゃそうだよな。知らない、聞いたことない馬しかいないぞ。日本のトラトラちゃん、この位置に。日本のトラトラちゃん。何番人気だったんだろう。それぐらいはちょっと教えてほしかったな。ジャパンという馬がいる。外から13番アイダホ。へえ。その外17番ポンユイ。すごいぞ。おお、なんか景色が森になった。広いんだろうな。続きまして7番イキートス。外から16番ビジャボール。そのうち12番ブレイ。 2400m だよね。だから距離としてはなんか得意な距離だとは思うんだよ。お、カメラワークが全然違う。ずっと引っ張って撮ってってる。先頭変わってウエスターナ。さらに14番スタセリタ。はい。うわ、こ、危ない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 って。こんなん。すげえ、迫力のあるカメラワークでした。で、どうなんだ。まだ最後の直線じゃないよね。いや、マジで何もわかんないんだけど。あ、てか、全然、ゆるーっとこれカーブしてんだ。で、これで最後かな。あ、これで最後だ。いや、いいんじゃない?あー、さすがに、さすがに、皆さんが強いですね。あー、ずるずると落ちていった。これが世界の壁か。しょうがないな。あれ?あれれ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 、あれ?だ、ダントツビリだった。あら、ちょっと、ま、しょうがないな。いやー、ただ、これ、いけたの嬉しいぞ。うん。思い出思い出。いや、実際、世界の壁は、まだまだ熱かったようですね。13番人気だったのか、18頭中。まあ、しょうがないね。フランス合わなかったのかもね。ただ、凱旋門賞を走ってくれました。いつも通りの35万円もらえるんだ。やばい、これは多分赤字ですね。へえ、なんかどういう条件かわからないけど、いくつかこの G1 を取ったらこれに招待されるらしいです。まあ、経験できたんで、よしとしましょう。さあ、11月4週、ジャパンカップに出走させます。どうだ?あ、ウォッカもいるよ。で、ジェンティルドンナとかいて、ああ、そうか、また新しいね。二つ下の世代がやってきたって感じですね。そうか。うちのトラトラちゃんは、わあ、18.7倍。なるほど。8番ウォッカ 4.1 倍。15番ジェンティルドンナ 4.7 倍。これはね、7、8番人気ぐらいかな。ちょっとまあ、もう、さすがにそろそろ、ピークを過ぎたのかなっていう印象もあります。じゃあ逃げ指示を出して、いつも通り走ってもらいましょうか。うん。そうだな、もう、今5歳でしょ ?5 歳で、この冬を超えると6歳になるんで、そろそろ引退かな。ちょっと見ていきますけど、今年も海外から競合馬がここ東京競馬場にやってまいりました。レースの、負け方というか、その結果次第では、もしかしたらこれがラストランになるかもしれない。このね、春までの間に繁殖牝馬に、引退させて繁殖牝馬にすれば、この春から子供を作るっていう動きにシフトしていけるんで、だから、まあ、多分、現実的に、この冬というか春までの間にトラトラちゃんは引退することになると思いますね。うん。ただ
めちゃくちゃよく頑張ってくれました。だって G1 6 7 7タイトルかな、7個取ってくれてるはずなんで、本当にものすごく強い馬でした。そうだね、これがラストランかな多分。うん、寂しいけどさ、でも女の子だし、引退してお母さんになって、この力強い血統をつないでいこうと思います。そして強い男の子の馬を産んでもらって、その子でいよいよダービーを本気で取りに行く、そうしたいと思います。さあどうだ。ただトラトラちゃんならここでもいい戦いをしてくれると思っている。いいんじゃないか。あー、400ちょっと後ろから追い込んできてるけど残れないかな。根性ある馬なんだよ。こっからもう一伸び、もう一伸び、もう一伸び。あー厳しいか。いやただ強いぞ。うん、超頑張った、超よく頑張った。最後までなんかなんだろうな、もうこの馬はダメだって思わせる瞬間が一度もなかったね。めちゃくちゃ強い馬だった、ありがとう。うん、ちょっとそうだな、なんかこっからちっちゃいレースとか出しても多分ねあんまりしょうがないかなっていう気がするんで、これで引退としようかな。最後でも顔を見よう。ちょっと寂しいな、めちゃくちゃ。ここまで活躍した馬っていうのは本当に初めてだったから、ちょっとね顔を見ましょう。レースの疲れもそれほどなく元気いっぱいですって言ってるけど、12月4週の有馬記念、いやいいかな、なんかやりきった顔してるもんな、トラトラちゃんが。ここで引退にしようかな。ありがとうな。ちょっと、成績を振り返りましょうか。新馬戦から、怒涛の4連勝、G1 を、6番人気から勝ってくれたんだ。この時だけだね、田辺さんに乗ってもらったの。三浦さんの予約が取れなくて。で、最優秀2歳牝馬選ばれました。桜花賞は負けちゃったけど、しっかりその後、自分の得意な距離のレースに出て、オークス勝ちました。秋華賞勝ちました。で、エリザベス女王杯出たんだね。で、これは2着だったのよ。入れ込んでたっていうのもあったけど、ここは悔しい思いをしました。で、有馬記念は負けちゃった。しかし、この2歳の最優秀牝馬を取った翌年も、最優秀3歳牝馬を取りました。で、大阪杯。これもね、強かった。で、そうか、エリザベス女王杯を勝ったんだよね。このリベンジを果たして、自分のリベンジもしたし、お母さんトランザムの思いもつないでくれました。そして最優秀4歳以上牝馬、3年連続最優秀の女の子として選ばれました。で、天皇賞も初めての 3200m だったけど強かった、しっかり逃げ切って勝ってくれました。で、宝塚記念も勝ったのよ。そうだよ、めちゃくちゃ強かったね。で、凱旋門賞は行ったけど、ピリで終わっちゃった。これはまあ、しょうがないというか、まあ、経験ができたことが大きかったでしょう。なんか、凱旋門賞見せてくれてありがとうって感じ。で、今出たジャパンカップが、6着でした。ただ、弱い負け方じゃなかった。まだまだやれるぞっていう感じを残してくれた、トロトロちゃんは。なので、そうだな、まだ惜しい気もするけど、ちょっとね、せっかくこの20戦13勝っていうこの強さを保ったまんま引退させます。ありがとう、ありがとう、トロトロちゃん。はい、そしてお母さんになってもらいました。お、出た、懸賞馬に選ばれましたよ。トランザムに続いてだ、親子2代で選ばれたってそんなことないんじゃない、すごい。いや、トラトラちゃん、ありがとう、お疲れ様でした。っていう感じで、今日はここまでにしようかな。
で、次回は、このトラトラちゃんで、しっかりと強い子を生み出してからの実況スタートにしようと思う。から、このトラトラちゃんにしっかり血統を考えてつけて、で、いい子を産んでもらって活躍できそうだなってところから始めるんで、あわよくば次、ダービーを取りたいですし、まあ、そうじゃなくてもこのトラトラちゃんで何人か子供は産むつもりなので、その中の誰かがダービーを取ってくれることを期待して、次回以降は進めていこうと思います。じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。また続きも見てくれると嬉しいです。バイバイ。